駆除するぞ。安心しろ、俺たちが守ってやる。大型円盤は空軍に任せろ。地上の怪物を倒せ。怪物を駆除する。始めようぜ。いよいよ距離が無理だ。全体がこのエリアを通過する。大型円盤から投下された怪物を駆除しろ。空軍が撃墜する。まもなく攻撃が始まるぞ。見てたか。空軍が攻撃する。歩兵は下がれ。始まるぞ。下がれ。空爆に巻き込まれるぞ。やべえ、味方の攻撃で死んでたまるかよ。警戒しろ。こちらスカイバット、攻撃を開始する。昇進すると逆のことだ。遅い遅い、これに続く。こんな兵器で俺たちに勝てるつもりか。やっさ面白いように当たるぞ。のろまめ、避けてみろ。だろうと、生きて返してやる。無傷だと。攻撃が効かない。回避しないのはその必要がないからだ。本にもそう書いてある。大型円盤が怪物を投下しています。次は俺にも。怪物をここで食い止めるぞ。市街地に入れるな。落ち着け落ち着け。戦闘に備えろ。さあやった。接近したら撃ちます。仕留めてやるぜ。射程に入りやがれ。リロード。敵を目視で確認しろ。援助だ。戦況報道です。 EDF はエイリアンに大きな損害を与えたものの、戦闘は未だ継続しています。戦況は優勢です。有限庇護に惑わされず、冷静に行動し、パニックを起こさないようにしてください。避難が必要な地域は警報が発令されます。万一避難が必要になった場合、迅速に行動できるよう必要最低限の荷物をまとめるなど準備を始めてください。円盤の編隊が上空を通過する。備えろ。ようやく片付いたぜ。引き金を引くことに慣れたか。空軍が攻撃する。下がれ。これは消
チンする。あとはでかい、外すなよ。あや、あとで覚えとろよ。いつでも戦えるようにしとけ。まるで効果がないぞ。あの金色の装甲に何か秘密があるのか。軍に入るのが夢だった。射撃には自信が。エイリアンには手も足も出ないってわけかよ。攻撃が効かなければ戦いにならない。反撃どころかやられるのを待つだけだ。金色の装甲を貫く方法がなければ人類は負ける。まずいぞ。無敵の兵士、昇進するとろくなことがない。やった。我が一番。当たり前のことだ。見つかったようです、ね、怪物を投下してると。エイリアンめ、好き放題やりやがって。撃ちまくれ。円盤はみんな行っちまった。作戦は失敗だ。怪物だけでも食い止めるぞ。怪物を倒せ。命をかけるしかないのか。色々と敵を倒せ。今のタイムパンにはまだ勝てないだろ。それじゃあ人類に勝てるわけがない。大型円盤は明らかに質量以上の怪物を投下しています。おそらく塔と同じような転送装置を搭載していると思われます。瞬間的に物質を移動させる技術か。なんというテクノロジーだ。以後敵の転送技術をテレポーションと呼称します。EDF は宇宙からの来訪者をプライマーと命名しました。プライマーとはすでに交戦状態のため、交渉の試みは打ち切られています。しかし対話への努力が十分ではないとの意見も多く上がっており、 EDF への疑問の声も聞かれます。確かにこのような早期に対話を諦めるのは得策とは思えません。我々は今後も呼びかけを継続し、プライマーと意思の疎通を行うべきではないでしょうか。さあ、おたけびをあげろ。恐れを知らず進め。総司令官より全兵士へ。10日ほど前、地球軌道上に無数の飛行物体が確認された。前兆はなく、出現は突然だった。飛行物体は一斉に地球に降下。怪物の投下を始めた。狙われたのは全世界の大都市、そして空軍基地だ。奴らには明らかな敵意があり、行動は計画的である。人類は初めて外敵に遭遇したのだ。我々は戦わねばならない。己の生存権をかけて。訓練より実戦が楽しいぜ。違うぜ。また走るのか。無茶はするなよ。絶対や。疲れてきたぞ。帰りたいか。ならばエイリアンから家を取り戻さないとな。
型円盤が怪物を投下してるぞ。糸を出すやつだ。怪物を何とかしろ。市民を守れ。円盤だらけだ。ここに敵が集まってやがるのか。どこもこんな状態らしい。エイリアンはどれだけ大軍なんだ。勝ち目なんてあるのかよ。怪物を投下する大型円盤を以後テレポーションシップと呼称します。テレポーションシップを撃墜する方法はないのか。現在のところ撃墜に成功した例はありません。テレポーションシップの装甲はバリアのようなもので覆われているようです。軽微な損傷すら与えることができません。クソ、射程に入るぞ。エイリアンはなぜこんなことを。奴らの目的は何なんだ。大型円盤だ。数が多すぎる。全部が怪物を投下し始めたら駆除が追いつかないぞ。大型円盤を倒す方法はないのかよ。空軍は何をやってやがる。敵の射程内に入ります。怪物だ。エイリアンめ。エイリアンは人間をどうしようと言うんだ。決まった。皆殺しだ。次第に我々は疲弊し、いつか力尽きるだろう。なんとか状況を打開しなければ。現在空軍が新型機を準備しています。新型機。テレポーションシップを破壊できるというのか。おそらく。ただ時間が必要です。どれくらいだ。約2ヶ月。超人だ。2ヶ月間やられるがままというわけか。怪物を倒し被害の拡大を防ぐ。今できることはそれだけです。何かいるようです。兵士は気楽な仕事だぜ。超新鮮。怪物が村の外にいるんだ。なんとかしてくれ。見てます。また怪物を落としてるぞ。再現がないぞ。なんとかしないと。怪物カーニバルだ。撃ってた。駆除が追いつかないぞ。マジか。みんな死んじまう。空軍が円盤を破壊するまで持ちこたえられるのか。世界中がこんな状態なのか。世界が滅ぼうとしてる。こんな日が来るなんて。弱気になるな。俺たちが怪物を倒せばいい。怪物です。怪物が街を歩いています。大型円盤が来るぞ。我々の敵は投稿者なんだ。何も恐れる必要はない。じゃあうまくいってみせます。必ず生き残ってやりますよ。地球は滅亡寸前だ。このままだと本当に人類は滅ぶぞ。交戦準備。チェッカー点灯よ。やった。敵を探知した。怪物の数は我々の駆除能力を上回りつつある。このままでは社会システムが崩壊するのも時間の問題だ。敵を探知しました。いよいよですね。仕事の時間が。怪物を見た人がいます。どこに避難すればいいですか。怪物が入ってきた。助
助けてくれ。戦況報道をお伝えします。大局的に見て戦況は優勢に推移していると言えます。エイリアンは怪物の投下を続けているものの、 EDF はその大半を駆除、脅威を抑え込むことに成功しています。さらに EDF は優勢を決定的とするため新兵器の投入を発表しました。新兵器の完成は2ヶ月後、4ヶ月後には各地への配備が完了します。新兵器は大型円盤を破壊する力を持っており、これにより宇宙船団を壊滅させることが可能となります。リュウカンちゃん、お前は誰より強く勇敢だ。やるべきことは分かるな。世界中が戦場となった今、俺たちは戦わねばならない。頼りすぎるな。分かりました。Yes, sir!